中央行動ご参加の組合の皆さん、お忙しい中行動参加ありがとうございます。また皆さんの行動参加を保証するために、今も現場を守ってくれている組合員の皆さんにも心から敬意を表します。それではただいまより、労働法制改革反対、全国一律最賃制度の確立、すぐに1000円以上と実現、公務員賃金改善、厚生労働省要求行動を行い始めていきたいというふうに思います。この場の司会をさせていただきます、全農園常任幹事の中野です。よろしくお願いします。それでは、まず最初に主催者の挨拶として、国民春闘協党代表幹事宇田川全農連議長よりご挨拶をお願いします。 5.25 中央行動厚生労働省内の行動にご参考いただいた中野皆さん、大変ご苦労様です。この場での開会にあたりまして、国民春闘協党全農連の宇田川からご挨拶を申し上げます。今日という日を、働かせ方改悪法案、この衆議院通過の日にしてはならないと思います。国家の状況大変緊迫をしていますが、今日の行動を全力で取り組んで、私たちの強い意志示したいと思います。ご奮闘心からお願いをいたします。労働時間管理をしない労働者を作り出すことも、過労死認定基準による過労死ラインまでの残業を合法化することも、過労死の根絶にはつながらない、逆に過労による労働者の命と健康被害を拡大をする、心ある厚生労働省の方ならよくご存知だと思います。同一労働同一賃金の掛け声だけでは、雇用による賃金格差はなくならない。日本郵政が労働契約法に20条裁判で敗訴したこの意趣返しに、正規労働者の賃下げとなる手当改悪を提案したような不当な行為、やめさせること行政にはできない、そのこともお分かりだと思います。雇用によらない働き方を政府の施策として進めることは、厚生労働省の存在意義を薄くし、労働者保護の行政から生産性向上のための労働者を犠牲にする経済官庁化をする、そのことに危機感をお持ちの方少なくないと思います。分かっていても、今の政権の下では口に出せない、そう嘆いていらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりません。しかしそれで労働時間の捏造を二度と起こさないと胸を張って言えるのでしょうか。調査結果の2割を撤回をし、年間1000時間超えのサブロック協定を持つ事業所、これが上限まで残業させている事業所の割合、古いデータでは 3.9%、 それが不良なデータを除くと 48.5% に急増しても、月100時間上限の法定化の論議に問題はなかった、このように表明し続けていますが、それが全体の方針としても国家公務員の役割と言えるのでしょうか。働かせ方改革一括法案が官邸主導で進められたその経緯を否定はいたしませんが、それを法に落とし込み、労政審での反対意見を押し切って、過労死促進残業代ゼロの制度、労働時間管理をしないという現代の奴隷制度を国会に提出をした厚生労働省の労働者に対する配信、官邸主導の一言で消えるとは到底言えません。まだ法は成立をしていません。働かせ方改悪一括法案に対する批判や疑問に応える丁寧な審議、労働者労働組合がこぞって反対をしている高度プロフェッショナル労働制の撤回に応ずるよう強く求めたいと思います。皆さん、今世間の話題の一つ、日大アメフト部の監督コーチと選手の記者会見での姿勢の違い、ここに寄せられているのではないでしょうか。潰せというのは、相手選手に怪我をさせろという意味ではなかった、聞いた選手が誤解をした、この言い方は日報各紙は現場の職員の判断ミスだったとして処分した防衛省や、文書改ざんは職員の資質の問題と言い放った麻生財務大臣、そして忖度される側はする側の思いをわからないと言い逃れ逃げ回っている安倍首相と一体どこが違うというのでしょうか。
安倍政権の下で隠蔽改ざんネストをついでに記憶喪失、霞が関が腐り、その毒が回るように社会全体に浸透している、この受け止め、誤ったものではないと思います。私は今の政権、今の政治は終わらせなければならないと思います。いちいち伸びるほど社会は劣化をする、この危機感を抱くからです。安倍政権の退陣を求めているのは市民的な要求であり、そしてそれを求めるのは大義です。国会会期末まで1ヶ月を切りました。働かせ方改悪、一括法案や TPP 関連法案、カジノ関連法案などの悪法成立阻止、この運動と盛りかけ、日報各紙などの疑惑解明を求める市民運動とをつないで、安倍退陣の戦い、安倍内閣総退陣総辞職の戦い、全国に広げ、立憲主義、民主主義を守り発展させる政治への転換、政治の民主化を求める市民運動を大きく燃え上がらせていこうではありませんか。そのためにご参加の皆さんのお力をお寄せいただくことをお願いをして、開会にあたってのご挨拶としたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて情勢報告を行っていきたいというふうに思います。国民新東京都事務局長、橋口全労連事務局長代行、よろしくお願いします。 5.25 中央行動に参加された皆さん、ご苦労様です。本日の中央行動は、安倍働かせ改革一括法案の審議で大変緊迫をした重要な中であります。そのために情勢報告と報道提起については、労働法制問題について提起をさせていただきたいというふうに思っています。維新を除く野党の奮闘と、過労死を考える家族の会の皆さんの奮闘、そして雇用共同アクションなど幅広い労働組合の力で、23日の衆議院厚生労働委員会の採決は阻止をいたしました。今日は午前中に衆議院の厚生労働委員会がありました。野党の方が加藤大臣の不信任決議を出し、午前中の採決は阻止、そういうふうになりました。本日の午後から加藤大臣の不信任決議、これについての本会議で開催されて、それが否決されるのか可決されるのか、そういうような情勢になっています。ただ皆さん、この一括法、入り口でも維新を除く野党の不在の中で審議入りを強行し、今度は出口で一括法案を強行採決する、そういう動きであって、何でもかんでも強行するという、ここに安倍政権の姿勢があります。高度子どもたちとなる制度については、全労連はもちろん全てのナショナルセンターが反対をし、そういう中での強行というのは断じて許せるものではありません。安倍内閣の答弁はひどすぎます。23日の委員会で安倍首相は、大風呂によって過労死が増えるかのように言うが、そんなことはない、こんなとんでもない答弁をいたしました。安倍首相は大風呂のことを全く分かっていないのではないでしょうか。過労死を考える家族の会の皆さんや労働組合が、高風呂では過労死が促進される、この間の事実をもって証明しても全く理解をしていません。厚生労働委員会では多くの問題点も明らかになりました。高風呂では月に4日休ませたら、残り24日間24時間連続で働かせてもいい、そういうような制度だということも明らかになります。また1075万円という所得についても、それ以下でも導入ができることや、しかも労働基準法の時間に基づく労働時間規制から除外されるため、使用者は時間管理を行わない、自己責任とされる、労災認定もされない可能性もある、労働基準監督官も使用者を取り締まれない、こんなことが明らかになっています。これでは過労死を促進するものであり、現代の奴隷制と言わざるを得ません。さらにひどいのは、
安倍首相や加藤厚生労働大臣があります。隠蔽、捏造、はぐらかし、そういった答弁で野党の質問に誠実に答えておらず、国会とそして国民を欺くものであるというふうに思います。今日の同じ時間帯で雇用共同アクションの衆議院会館前での国会前の抗議行動も行われています。本日はこの後国会に向けての請願でもデモの後の衆議院代理委員会前での抗議の集会、その後の院内集会、議員要請と続きます。先ほど本会議での後、厚生労働委員会が先ほど衆議院本会議での採決の後、厚生労働委員会が開かれます。おそらく夕方この厚生労働委員会で開かれて、そして強行採決をするのかどうか、私たちは強行採決を許さない、そういう意味で引き続き傍聴行動もあります。時間の許す限りご参加の方よろしくお願いしたいと思います。ぜひ皆さん、安倍政権に対する怒りを持って安倍働かせ一括法案阻止に向けて奮闘をよろしくお願いしたいと思います。そして来週以降も職場や地域で大いに宣伝し、地元の国会議員への要請も行い、国民の皆さんにそのひどさを知ってもらいましょう。何としてもこの働かせ改革一括法阻止をして安倍政権を大臣に追い込みましょう。以上、行政報告と行動提起とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで、全体のご挨拶に東京都労使を考える会代表中原さんに、お越しいただきました。連日国会傍聴や官邸前座り込みご奮闘いただいております。連帯の挨拶一言お願いしたいと思います。中原さん、よろしくお願いします。国会の議員会館前で今訴えてまいりました。そして今ここに駆けつけさせていただきました、東京過労死を考える家族の会の中原典子と申します。私の夫は19年前、都内の民間病院の、小児科医師をしていましたけれども、長時間過重労働が原因で過労自殺しました。彼の働き方は24時間365日本当に地域の子どもたちのために貢献していたと思います。彼は長時間働くうちにうつ病を発症しました。普段愚痴などを言わない夫が病院に殺される、馬車馬のように働かされている、それから病院に搾取されている、そんな言葉を残していってしまいました。私は夫が亡くなってこれは業務上の死だと思ってすぐに新宿労働基準監督署に行ったんですけれども、労基署は認めてくれませんでした。労働局も認めてくれませんでした。要するに夫はタイムカードもなく、時間、労働時間という概念もなく、残業代もなく、そんな働かせ方をさせられたら過労死が労災認定されないんです。結局行政の立場で私の夫の労災認定をしてくれることはありませんでした。東京地裁でようやく8年目に夫の働き方が誰にでも精神障害を発症しうる非常に危険な働き方である、そして私の夫の個体的な脆弱性はないという、そういう判決文に明記してくださいました。彼には何の落ち度も責任もなく、そしてこういう働かされ方で亡くなったのです。私はコープロの働き方を見たときに夫の働き方そのものじゃないかということを確信しました。高度プロフェッショナル労働制は労働者を馬車馬のように使い、高度プロフェッショナル労働制は残業代を支払わず企業だけが潤う、高度プロフェッショナル労働制は労働者の未来を奪う、このコープロの働き方なんです。私は加藤厚労大臣にも直接お目にかかって、裁量労働そしてコープロセット削除を求めました。その後も何回も
ほぼ毎日厚労委員会開かれて、全厚労委員会私傍聴してるんですが、厚労委員会の中でも加藤大臣は私と一度も目を合わせようとしてくださったことがありません、つい先日も2日間続けて首相官邸前で座り込みをしました。しかしながら首相は私たち鹿児島遺族には会わないということで、私たちに、の面会を拒否されました。そもそも労働者の命とか健康を守るための法律は、今回この高度プロフェッショナル労働制がなぜ厚労省が関わるのかが私は意味がわからない。厚労省は労働者の安全を守るところであり、これは厚労省はそういった公募に手を染めてはならない、強くそう思います。私はこの高度プロフェッショナル労働制を廃案に追い込むために、これからもまた、今日の午後もそうなんですけれども、夜の7時半からも駅立つで発言します。必ずやこの、人が死んでしまう恐れの多い過労死促進法、高プロ法を削除させるために、頑張りますので、どうぞご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。働き方改革一括法を阻止に向け、共に戦う決意を込めて、もう一度大きな連帯拍手をお願いします。中原さん、ありがとうございました。それでは、ここから3名の方に決意表明を行っていただきたいというふうに思います。まず1人目は帝京労組岡山山本副委員長です。よろしくお願いします。帝京労組岡山副委員長の山本です。私たちは最賃は今すぐ1000円、早期に1500円、全国一律最賃制度を求めています。今の最賃では人間らしいまともな暮らしができません。今の世の中、全労働者の4割が非正規労働者になっています。新卒一括採用の日本で一度でも離職してしまうと、高時給で労働条件の良い仕事は簡単には探せません。できるだけ安く長時間働かせようとしている政策の中で、さまざまな家庭の事情を抱えながら生きている労働者の多くは非正規労働者で、低賃金にあえぎながらダブルワークやトリプルワークをして生活を支えています。年収200万円以下のワーキングパーと呼ばれる人々が4年連続1000万人を超えたことを考えると、格差は広がり、どんどん低所得の人が増えているのが分かります。私たちは最賃がいかに人権を無視した賃金であるかを身をもって立証するために、毎年役員を中心に岡山県の最低賃金で1ヶ月間生活をすると取り組みをしています。取り組みに参加した人からは、毎日食べ物のことばかり考えた、医者に行くのを我慢した、美容院に行けない、友達の誘いは断ってできるだけ家にこもった、1ヶ月だからできたけれど、これがずっと続いたらストレスが溜まって病気になるだろう、そんな感想が寄せられています。また上部団体の政協労連では、政協で働く非正規労働者の実態を集めた労働告書というものを作成しています。その中から病気や将来への不安を抱えながら働くパートの手記を紹介します。私は午前中週5日生協で働き、午後は週3日から4日高齢者住宅で調理の補助をしています。両方とも時給900円台のダブルワークで1日8時間を超えて働いています。負債を抱えてしまった夫も非正規で働いています。夫は年収200万、私は190万、貯金はありません。月末は毎回赤字です。国民年金の支払いも4分の1は免除しています。3人の子供たちに世間から笑われない程度のことをさせたかった。大学や短大にそれぞれ通わせましたが、子供は全員奨学金を借りました。
1番目の子は700万、2番目の子は300万、3番目の子も塾の代金を払うにも苦労し、ローンを借りています。子供が病気をした時にお金の心配をするのが辛いです。将来の展望はありませんと書かれています。最賃の低さが時給の足を引っ張り、労働者の生活を苦しめている実態が分かっていただけると思います。また最賃制度は全国一律になっていないことで地域間格差を生んでいることを知っていながら放置していることも大きな問題です。同じ仕事をしていても地域により時給が違います。時給の差は年間何十万円もの格差になり、地方の人口減少を招き経済の活力を低下させています。こんな不公平がまかり通っている日本は間違っていると思います。最賃は今すぐ1000円、早期に1500円、全国一律最賃制度を求めて粘り強く大胆に戦い続けることをここに決意し、私の発言を終わります。ありがとうございました。山本さん、ありがとうございました。続いての決意表明は日本疲労連森田局長です。よろしくお願いします。報道参加の皆さん、大変お疲れ様です。日本疲労連の森田です。私は、2つのことで、訴えながら決意にしたいというふうに思います。一つは今の先ほど来話が出ている働き方改革の問題です。先ほど過労死遺族の会の中原さんからの切実な訴えもありました。小児科医の旦那さんが残念ながら過労死で亡くなってしまう、そういう今過労死あるいは過労死で亡くなる医師、これは過去の話ではなくて今でも本当に毎年のように起こっているのが医療現場の実態です。そして医師だけではなく看護師もそういったいつ過労死あるいは過労死に追い込まれるかわからない、こういった現実が今の医療現場です。なのに今回は高プロ制度もそうですし、残業の上限をかぶせると言いながらも過労死を容認するかのような100時間の残業を認めてしまう、こういうような法律は本当に異常だというふうに思います。去年から暮れから今年にかけて医師のサブロック協定違反ですとかサブロック協定を結んでいないのに残業させていたという報道が相次いでいます。その中でよく見てみると特別条項で、救急指定病院なのに休館対応っていうのを特別条項の理由にするわけですよ。当然救急指定病院であれば休館対応は当たり前日常業務なんですけども、そういった理由をつけて200時間300時間の特別条項を結んでいる。でこういう働き方改革の問題が社会で取り上げられてそれはまずいと思った病院当局側は100時間に削りました。それで大きな顔をしているわけです。つまり安倍働き方改革の100時間の上限をすでに医療機関では先取りをしているわけです。こんなことでは決して医師の過労死はなくならない。ぜひ厚生労働省にもっと強く残業を本当に最低限の短い時間にする、そういった意思をですね、ぜひ国会に厚労省からも出していただきたい、そういうふうに強く願っています。そしてこの医師の働き方改革の中では、医師はこの100時間すら対象除外、5年間の猶予となっています。その理由の一つが、報奨義務と言われるものですが、これは皆さん、戦後すぐにできた医療法の中で、まだほとんど戦後の復興の中で開業医が中心のその日本の中で作られた報奨義務です。今は働いている医師の免許資格を持っているものはほとんどが勤務医です。病院が休館対応をしっかり行って交代制職場の中でそこで働く勤務医が圧倒的多数です。ですからこの戦後すぐにできた医療法の中に医師法の中に盛り込まれている報奨義務を持ち出して医師は5年間猶予する除外だということ自体が私はナンセンスだというふうに思ってます。こんなものはこの法律絶対通してはいけない、そういう決意を改めて述べたいと思います。そして最低賃金についても一言だけ触れたいと思うんですが、看護師や介護職の最低賃金全国を適用地域とした加減を作るべきだと私たちは厚生労働省に申請を行いました。皆さん、政府が介護職の賃金が安すぎる、だから
消費税を 10% にした暁には敗北して10年以上の経験を持っている方にですね、8万円の賃上げをするというようなことを言っています。やらないようには当然やってもらいたい。だけど消費税増税をそこに当てるっていうのはけしからんというふうに思ってますし、そもそもの解決策にはならないんです。加減をやはり公定価格で介護報酬や診療報酬が決められて、その中で事業を私たちの職場はやってるわけですから、自由価格で価格を上乗せして人件費を変えるってことはできないんです。だったら今の安倍政権の中で社会保障費が抑えられて介護報酬が下げられるであれば、人件費がやっぱりそれに合わせて下げられてしまうんです。これを防ぐためにも介護労働者の全国を適用地域とした最低賃金の保障がなければ、どん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 賃金は抑制されて下がっていくだけなんです。10年以上の介護福祉にだけ8万円つけたからって役員死に水です。そんなことではなくて、全ての介護職がきちんと8時間働けばまともに暮らせるだけの賃金を保障する。そのためにも介護職の、そして看護師の最低賃金を私たちは新設させていきたい、そういった強い決意も述べたいと思います。そして安倍首相に言いたいのは、なぜ看護師の家族の会の方々と会う時間を取れないのに、ロシアでのスケート選手とは頼まれてもいないのに会う、こういう間違った首相のやり方、政治のあり方、こういうのを根本的に変えないと私たちの要求は実現しない、こういうことも強く感じておりますので、ぜひ皆さん今日の国会行動もそうですし、これからまた力を合わせて安倍政権を転換して、国民本位、労働者の権利が輝いて、そして私たちが安心して働ける、そういう職場を目指して奮闘したいと、そのことを誓いまして決意させていただきます。ありがとうございました。本田さん、ありがとうございました。決意表明3人目は最高連加藤幹事です。加藤さん、よろしくお願いします。公募参加の皆さん、お疲れ様です。ただいま紹介いただきました最高連で最低賃金を担当しております加藤と言います。今埼玉の取り組みについてご紹介をして決意を変えたいというふうに思っています。最後連では4月の7日の日に地域組織、それから関西の経営本部の役員たちを集めて地域運動交流集会を行いました。今年のテーマは最低賃金の大幅引き上げと全国一律最賃制度の実現、それから後継役の適正化、また労働法制の問題ではこの4月から本格実施されている無期雇用への転換とその先にある均等待遇問題について交流したところでございます。最低賃金の問題で言えば、埼玉は今全国では4番目の高さでありますが、それでも871円、お隣の東京とは実に87円の差があります。実際にこの87円の差というのが非常に大きくて、毎年秋口に行っている県内の自治体との交渉、自治体キャラバンの中で特に県南のエリアのところでは保育士の確保ができない深刻な問題になっています。草加市という県南の市があります。この草加市は足立区と隣接をしていまして、道路を走っているといきなり足立区に変わる、こういうところでございます。橋も川もありません。ある時から突然東京都に変わるというまさに隣接しているところでありますが、この草加市実は保育士不足で未だに待機児童問題が解消されていません。昨年の報告では実は施設としては今表に出ている待機児童群を解消できるだけの面積は確保したと、ただし法定で定められている保育士が確保できない、こういう話が言われています。まさに賃金の格差が保育士の確保を困難にしていますし、今あらゆる産業で人手不足が問題になっていますが、埼玉の県内エリアに生活をしている人たちの大半は東京に働きに行きます。当然東京の方が高いわけですから当たり前の話でありますし、まあ、実際私もですね、草加市と足立区どれだけ地に違うのかということで、国道4号線という、越谷市草加市から上野まで1本で走っている道があるんですが、ここのですね、草加市と足立区500メートルしか離れていないコンビニで時給を調べてみました。草加市のコンビニは時給900円、
まあ、それでも871人が最低賃金ですから、まあ、まだ多少プラスはされていると。ただ500メートル先の足立区のコンビニの最低賃金は1000円でありました。まさに100円違う。500メートルしか離れていませんし、コンビニですから働く中身は全く一緒ということですから、当然みんな東京の方に働きに行っちゃうということも含めて、まさにですね、そういう問題ができて、また役の問題で言えば、県北の方に見ますと、お隣の群馬県、この埼玉県より88円最近の開きがあります。まあ、群馬の方が88円安いんですけれども、本庄市という一番北側にある市のですね、商工会議所と懇談をしてきました。商工会議所の事務局長さんが対応していただきましたが、今本庄市では群馬からたくさん働きに来ています。特に問題なのは、高契約に関わる分野で、業務委託だとか、公共工事の入札に群馬の業者がたくさん入っています。当然群馬県ですから、現場で働く労働者自体は埼玉の最低賃金が適用されますが、本社の、会社内で働く人たち、特に非正規の人たちは群馬の最低賃金が適用されるわけですね。なので埼玉の地元の業者よりも安い金額で落としていくという報告がされていました。実際に今公共工事だけで見ると、発注工事のうちおよそ3割が、群馬県の業者が落としていくと。で実際に工事現場を見てみると、群馬の伊勢崎だとか桐生あたりの、ね、ナンバーが多いとか高崎ナンバーが多いということも言われています。でその事務局長さんはやはり公正な取引のためには最低賃金は一律がいいですよね、こういう意見も言っていただきました。業者団体の方が本当に悩んでるんだというふうに思います。私たちは今全国一律最賃を求めて、各地方の地域の商工会議所や商工会連合会とぜひ懇談をしよう、意見交換をしようということで進めています。ここでですね、使用者側の人たちと、合意ができれば全国一律最賃に向けた、まあ、意見書の採択も含めて大きく前進ができるんじゃないかということで、このアクションプラン成功に向けた第一歩として今一生懸命頑張っているところです。また埼玉地方最低賃金審議会に向けた署名もまた始めました。今年もまた10万の署名の目標を持ってやっています。毎年大体6万ぐらいしかいかないんですが、まあ、今年は4月にやった交流会を力に何としてもその10万筆を達成をして積み上げたいというふうに思っています。最低賃金の問題は、やはり各地方から声を上げていかないとなかなか国も動かないんじゃないかなというふうに思いますので、埼玉としても東京との格差、特に群馬との格差をなくすためにも全力でこの問題を取り組んでいきたいというふうに思っております。ここに頑張りましょう。佐藤さん、ありがとうございました。この後スプレヒコールでこの行動を閉じていきたいというふうに思っていますが、スプレヒコールの前にこの後の動きについて説明させていただきます。この後13時15分より国会西岸デモを行います。出発地は日比谷公園西幸門になります。それでですね、この行動終了後、自治労連と民間炭酸の皆さんは厚労省前を通って霞門から西幸門へ移動してください。全協と国交労連の皆さんは人事院側を通って西幸門へ移動していただきますようよろしくお願いします。この厚労省前要求行動700人の参加で大きく成功させることができました。ありがとうございました。それでは最後スプレヒコールを行っていきたいと思います。スプレヒコーラーは全労連栗原さんです。よろしくお願いします。厚労省内お集まりの皆さん、お疲れ様です。怒りを込めてスプレヒコールをしていきましょう。スプレヒコール、スプレヒコール、働き方改革一括法案反対。カロー市ラインの残業増減反対。
ありがとうございました。これで厚労省要求行動を終わっていきたいと思います。速やかに自治体割物への移動をお願いします。ここで帰る人と最後まで行くと、はい、あの、専門までは行く。